地引き網大学にどう対抗するか地引き網大学というのは私が今作った造語です。僕、小学校6年生の時、修学旅行静岡県だったんですが、沖合に大きな網を仕掛けておき、それをですね、小学生の我々が修学旅行で浜辺で引っ張ると、いっぱい魚が取れました。えー、漁師さんたちに準備していただいてたんですね。地引き網。 この地引き網を大学の世界に当てはめまして、地引き網大学とは、上位私立大学ではないんですが、人文、社会、医療、芸術系など、様々な学部を兼ね備えた統合大学で、これら地引き網大学が、一般選抜であったり、年内推薦で、受験生を最底辺までごっそりさらっていく、網で魚を取っちゃう感じですね。実際地引き網をやると、 狙っていないな魚まで取れてしまいまい、まあそれは実際の量の話なんですが地引き網大学は当然狙ってる受験生をごっそり取るんですが総合大学ですから文系理系問わずごっそり受験生を一番最後まで取ってしまうのが地引き網大学です。これ地方の高校だと特進クラス進学クラス総合クラススポーツクラスなどを兼ね備え 国公立大学から就職まで網羅するような巨大なイオンモール私立高校、イオンモール高校ですね。これが県立高校の開校からごっそり受験生を奪っちゃうわけですが、大学の場合はこの地引き網大学が正直ごっそり受験生を奪ってしまうわけですね。端的な例が愛知県の愛知宿徳大学です。もちろん、 愛知宿徳大学そのものが悪いなんていうつもりはなくて、優れた教育や研究をなさっていて大変結構なことなんですが、この愛知宿徳大学が順調に発展した結果、地引き網大学と化してるわけですね。もともと文学部しかなかったんですが、2025年現在、文、教育、建築、人間情報、心理、創造表現、健康医療、食健康、福祉貢献、交流文化、ビジネス、グローバル、コミュえー、グローバルコミュニケーションと、 学部をガンガンに揃えていった結果地引き網大学と化してしまいこの愛知宿徳大学よりも下位にあたる女子大医療系短科大福祉系大学経営系の大学人文系の大学工業大芸術系などの他の大学の受験生を地引き網でごっそり持っていってしまうということが起きていますくれぐれもそれが悪いと言ってるのではありません生存競争で努力をした結果です 関西では、京都立花大学がこのポジションです。ここも文学部だけの女子大だったような気がするんですが、現在は国際英語学部、文学、発達教育、総合心理、経済経営、公、看護、健康科学と、まあその社会科学、理工系、医療系きっちり拡充してきてまして、これをやられた結果、京都の京都立花より下の女子大はぶっちゃけ全負けです。さらに京都の 小さな単価台もきついことになっています。要は、この京都立花が地引き網になって、全部魚を取り切っちゃうわけですね。もう何も残ってないわけです。っていう状態が、名古屋や京都ではすでに起きている。まだ高校生が106万人もいるのにこれが起きているということは、70万人になったらどうなるかということです。なので、究極的には、この地引き網大学は生き残るんだと思います。どんなに学力が下がろうが、 レベルの低い受験生しか来なくなろうが生き残りはするんですよ。地引き網大学は潰れることはないだろう。くれぐれもこれら地引き網大学を悪く言ったり責める気は一切ありません。これら地引き網大学は生存に最適,した最適化した結果だからです。すなわち大学改革の努力を2000年代2010年代にきちんとやった結果魅力的な総合大学になったんですからまあ実際キャンパスも 新しい学部等がどんどん増えて立派ですし、学食とか図書館とか体育館といった設備も学生数が増えれば大きく豪華に立派になっていきます。短歌大は勝てません。ということで、これら地引き網大学は、僕は名付けましたけど、くれぐれも悪い意味で言ってるんじゃないということは理解してください。努力している魅力的な大学です。ということで、これら地引き網大学はまず、総合大学になったことにより、規模が大きくて魅力的なキャンパスが実現している。さらに 医療系の拡充により手に職系の受験生も取れているそして地引き網大学は必ず上に上位次第が君臨していますでそれら上位次第はカンカン同立でも南山愛知大中京大であっても総合大学ばっかりなんですね受験生は総合大学へ行きたいそんな時に開校の短科大ってあまりにもみそぼらしく見えるんですよしかし地引き網大学は総合大学なので 気分よく滑る止めに来てくれるんですね。そして、地引き網大学は入学定員が大きいため、指定校推薦や総合型選抜にかなりの定員を割くことができます。それでも、残った定員はきっちり一般選抜や共通テストに残しておけるために偏差値が上げられるんですね。これ、小規模海大学だと、もう指定校総合型に全振りしてしまい、一般選抜で行く大学というイメージを完全に失ってしまいます。 そうなると中堅進学校が見向きもしない状況は悪化するばかりですでもこれら地引き網大学に対抗して今さら巨大化路線で学部を増やして総合大学になろうなんていう無茶はできません残念ながら地引き網大学より下の大学が今から巨大化することは難しいんですね地引き網大学の例 愛知宿徳、京都立花以外ですと、やはり大阪は大和大学。そして、それほど規模拡大こそしてませんが、奈良県の棋王大学も、まあ、ごっそり医療系とか教員養成系持っていっちゃいますね。そして、医療系の総合大学では、森の宮医療大学。まあ、国際医療福祉とか、新潟医療福祉とか、川崎医療福祉とかもそうなんですけど、まあ、この大阪だと、森の宮医療が巨大化したことによって、 その看護系、医療系の単科大全部食っちゃって、森の宮がトップ。もう大阪版北里大学みたいな。名古屋だと藤田医科大みたいなポジションになっちゃってますね。ものすごい評判が良くなってるわけです。やはりでかいやつが偉い。で、大阪成蹊大学。今、必死になって地引きアミカを進めています。まあ、第2の大和大学になりつつある。東京であれば、武蔵野、大美林、玉川あたりが この地引き網大学。残念なんですが、社会科学系の学部ばっかり増やしても、地引き網大学にはなれないんですね。地引き網大学に必要なのは、まず、まあ、基本、文学部持っていること。まあ、大和大や企業大はないんですけど、医療系とかは。文学部を持っている上に、社会科学系を持ってること。そして、必ず医療系を作る。まあ、リにないですけど、いろんなパターンはあるんですが、 文学、経済、そして医療系、これが揃ってると、地引き網大学になっていける可能性が高い。あとは、大学ごとに工学部拡張したり、観光学部作ってみたり、いろいろなんですが、総合大学化する、くれぐれも、ある分野の短科大ばっかり大きくしていっても、地引き網大学とは言えない。だから、名古屋だと、名古屋学院大学が社会科学系の拡大をしてるんですけど、医療系が弱いので、地引き網大学とは言えない。 あと文学部もありませんしね。なので、バランスが難しくて、基本、人文、社会、法、医療、あと、夢があるんで、芸術系、ちょろっとかじってる的な。で、今、大阪ではもう一個、今、必死になって、地引き網大学化しようと努力してるのが四天王寺ですね。このあたりが、おそらくは、その地引き網と化して、受験生の一番下の層までごっそり持っていくと。 こっから下の大学はほぼ生き残れないぐらいの気持ちでいた方が良い。で、この地引き網大学に食われてしまうのがまずは女子大です。女子大の文学、家政系はごっそり持っていかれる。女子大行くんだったら地引き網大学の方がいいわけです。次に、商業大学とか経営学部だけの短科大みたいな大学、こういうところが持ってかれます。そういう大学行くぐらいなら地引き網大学の方がいいからです。 だから名古屋だと割と東海学園も怪しいですね。東海学園も地引き網大学化する努力はかなりしてるんですけど、その愛知宿徳に比べた時に何か花がない感じ。それと、まあ、人文系の小さい大学あの、女子大と同じなんですけど、例えば、まあ、心理学が目玉の文学系の大学とか、そういうとこも地引き網大学の方がよく見えちゃうわけですね。さらに、2000年代に急激に増えたちっちゃい看護大。 女子短大が改祖したような保育・子ども学部の大学栄養系大学福祉系大学みたいな小規模なところは全部この地引き網大学が上位校として君臨してしまいごっそり持っていかれますそして地引き網大学は大体が中堅大学なんですが有名大学や伝統大学もこの地引き網漁法自体は使います。例えば 大阪経済大学とか東京の政経大学が国際競争学部を作ります。従来はなかった国際系を作ってしまうことで、当然ながら、開校の特に女子大の英米分なんていうのはもうごっそり持ってかれることは確定です。そして、かつて親が受験生の頃、マーチや日東駒ンには国際系の学部ってほとんどなかったんですね。ところが今や東洋は国際系が売り、駒沢もグローバルメディアコミュニケーション、泉州も国際コミュニケーション、 明治に国際日本。なんていう感じで、どん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 国際系学部が増えていった結果、当然、人文系、女子大とかはごっそり持ってかれるわけです。さらになんとびっくり、近畿大学は昭和時代、文系がほぼありませんでした。文芸学部が平成元年、国際学部や総合社会なんてつい最近ですよね。近畿大学がこの地引き網漁法を使って文系受験生を大量に獲得したわけですね。共産、切南流国にも社会学部はなかった。 同志者立命に心理学部はなかったんです。なので、この、大学そのものが急激に巨大化するっていうのは、マンモス次第、トップ次第はやらないけれど、うちの大学にない学部っていうのをポッと作るっていうことをやるわけですよ。ああ、うち心理学部ないわ作ろう。うち国際系ないわ作ろう。もし、河南大学が国際系作ったら、兵庫県の女子大はもう終わりです。まあ、今回、 小規模なプログラムは作りましたから、これを学部化するかどうかですね。そして、これら、地引き網作戦を仕掛けられる側の中小規模大学っていうのは、ほぼ何の対抗策も取りません。私から見て。黙って受験生を奪われてるだけです。それを10年、20年やってます。しかも、地引き網大学によって、上位の受験生ごっそり網で持ってかれてるにもかかわらず、一般選抜で誰も来ない大学になったのを、 指定校推薦の乱発で定員を充足するという逃げの一手を使うことによって、まだ経営的には安泰という恐ろしいことをやっています。ダメなんですよ。一般選抜の取り合いで負けてはいけないんです。一般協定で。関西なら学校推薦型選抜で負けてはいけないんです。教育研究の中身がいいで勝負できるはずなのに、それをやらないで。 一般選抜の比率を下げて下げて指定校を乱発して開校校から地引き網で取ってるだけですからその指定校を乱発して生徒を送ってくれてる高校は10年20年先必ず裏切りますと僕は言い続けてるんですけどね近畿大学が指定校を乱発したらもうおしまいですよなのでこの地引き網大学はもっと下の大学が現状いっぱいあるわけですけどこれら地引き網より下の大学は基本全部消えてなくなる というぐらいの危機感を持ってほしいんですよ、大学関係者には。うちの大学、上位に地引き網大学さんがいるから、このままじゃだめだと、僕は思うんだけど、当事者は思ってないんですよ。で、まだ割れてない、あるいは割れててもなぜかぼーっとしてる、これ、僕、本当不思議。指定校でも充足できなくなって、いよいよ全学部学科、定員割れしてて、存亡の危機にあるのに、そういう大学ってお邪魔すると、ぼーっとしてるんですよ。 もうちょっと階層をやる体力はない。で、何かこれといって手は打たない。なんか入試候補を力入れますとか言ってるんですよ。年内推薦増やしますとかね。まあ、残念なんですけど、もうちょっとこういうとこは僕、コンサルタントとして応援できませんね。はい。ということで、今日は地引き網大学という概念。そして、この地引き網大学によって、一番開校の中小規模大学はごっそり網で持っていかれてますよ。ただし、多くの大学は、 その自覚がなく対抗策もろくに取れてませんという状態で小規模大学が自力闇大学に対抗してこの手を打てみたいな明るい話はできません。皆さんでお考えください。生き残りたい大学の方は。